牛とカエル。大きな池にカエルの親子は住んでいました。ガッサンカエルは子供たちにいつも言っていました。いいかい、私たちはカエルの王様だ。私たちより大きなものなんてこの世にはいないんだよ。ある日のこと、ガッサンカエルが用事であげた隙に、一番小さい子ガエルが一家出て野原まで行きました。野原では大きな牛が一頭ゆったりと草を食べていました。子ガエルは牛を見るのが初めてでした。わあ、でっかい、こんな大きなものがいるなんて知らなかった。子ガエルは叫びました。牛はちらりと子ガエルを見ると、足を引っ張り前に踏み出しました。いやー、踏みつぶされる。子ガエルは慌てて池に戻りました。ちょうどその時、ガッサンガエルが池に戻ってきました。そして子ガエルの話を聞くと、お腹を膨らまして言いました。その生き物はこれくらい大きかったのかい？もっともっと大きかった。子ガエルはそう言って首を振りました。ガッサンガエルは精いっぱい空気を吸うと、お腹を風船のように膨らましました。これくらい大きかったかい？まだまだ。子ガエルが言うと、ガッサンガエルはまたお腹を膨らませようとしました。途端にお腹はパチンと弾けてしまいました。おしまい。